こんにちは、ドルメロチャンネルです。さて今回は先頃開催されたセレクトセール2021の結果から今年のセリ市全体のポイントを踏まえながら高額取引場の決闘を詳しく見ていきましょう。日本の生産界にも血の行進という大波が押し寄せている昨今ですが、日本で最も注目度の高いこのセレクトセールを見ていく上で大切なポイントが3つあると思います。1つは大志望馬ディープたちの幻想、惜別の心からいかにして早く立ち直るかということです。近年の御三家であったディープも金亀もいなくなり、ハーツクライも引退した今という瞬間に私たちは何を頼っていけばいいのか。その答えとして2番次世代のニュースターシュボバ候補は誰なのか、これをいち早く掴んだ人がここ数年のアドバンテージを握るわけで、例えばあの有力馬主さんたちがどこに向かっているかなど、その動向が大変興味深いところです。そして3番、史上最高の取引額となった競りの裏事情。一切も東西市場も、購買額レコードを更新した今年のセレクトセール、果たしてこの事実は何を物語っているのか。単なる活況では片付けられない裏の事情を探っていきます。なお今回東西馬のご紹介はいたしません。どうぞご了承ください。ではまず1番目、ディープの惜別モードからいち早く離脱の動き。このセールで毎年コアをなす有力馬主さんたちが今年残り少なくなったディープやハーツ3区にわっと群がったかというと、実はそうではありませんでした。まあ、やはりね、この辺は経験といいますか、まあ、独特の感性といいますか、血の新しい流れを察知して、今年は皆さん独自路線の馬に資金をぶっ込んでいるんです。まあ、例を挙げますと、金子オーナーの持ち込みジャスティファイ3区、近藤オーナーの持ち込みサクソンウォリアー3区、国本オーナーのシルバーステート3区、里見オーナーの里のダイヤモンド3区などがこれに当たります。これとはもう一つ別の路線といえるのがダノックスの陣営です。ここにはエピックラブですとかオーマイベイビーですとか、今年の山菜路線で走った馬の舌を買い集めているんです。もちろんね、エピックラブなんかはもうダノンザキッドの母ですから、まあ差もありなんなんですが、裏を返せばこの混迷の時代に本命が出てくるまで堅実あるいは現実路線でやり過ごそうという一種の作戦にも感じますね。じゃあその本命スター候補は誰なんだということですが、やっぱり皆さん迷っていらっしゃる。確かに高額上位馬を見ればベスト15までに4頭を送り込んでいる、まあ、ロードカナロアがリードしているのは確か。まあ、しかしカナロアは本質的にスプリンターであり、豪州ならともかくここ日本ではクラシックタイトル一つ取ってもどこかで距離の不安がつきまとう。またその他の種馬はといえば、ハーツ以外でベスト10に入った父はシルバーステートとエピファネイアのみ。その下を見てもリアルスティール、ダイワメジャー、里のダイヤモンド、ルーラーシップ、バゴと、まあ代表3区が1頭ずつランクしている形ですから、今はどなたにとっても
一頭のスター候補外よりも複数の父タンクのトロイカ体制でいいとこ取りしようという感じなんです。となると勢い競り市場というものはどうなるか。3番、ネームバリューが壊れつつあるので、実馬の出来が良ければ父が何でもどんどん買い上がれることになります。何しろ本命の種牡馬が不在ですから、みんな幅広い馬に目が行く。すると多くの馬に多くの人の手がつきやすい。すると平均的に購買価格が上がる。あの馬もという馬でもすぐに1億円。これはセールの活況というよりは、馬主サイドさんから見るとよりコストがかさむようになってきたと言えるんじゃないでしょうか。ではここから、高額取引馬、何とかご紹介していきますが、今回の対象は落札額1億円以上の1歳馬に限定しています。その中からまず種付けイベントで有力そうな馬をピックアップ。そこからさらに配合の内容、組み合わせやクロスの有無が面白い馬、そして最後に基礎体力を見て虚弱そうな馬を除いています。よって優先祖先や月のサイクルを最初から見ることはなくて、この 1,2,3 から興味の深まった馬だけに限定して調査しています。では早速高額取引馬の様子を見ていきましょう。ということで、今年はこの種付けイベントから始まる3つのポイントで上位馬を見ていったんですが、ここでちょっと困った問題が起きました。ご覧のように1億円以上で落札された種付けイベントありの馬はこのように何とかいるにはいたんですが、皆その他の項目、例えば配合の内容だったり基礎体力、月のサイクル等で引っかかってきて、すんなりご紹介できる馬がほとんどいなくなってしまったんです。これは一体何を暗示しているんでしょうか。ちょっと嫌な予感もしますが、仕方がないんでね、ここでは少し条件を緩めて、中でもとびきり高額だったあの一頭の馬をあえてご紹介しておきます。その馬とはギエムの20です。一歳馬の中では3番目に高額の2億6000万円で落札、湘南でおなじみの国本哲秀オーナーに購買されています。月のサイクルは表、種付けイベントは自然サイクル1回目種付けと24日種付けですから、ドルメロ月の評価で言うと堂々の S プラスになります。この母ギエムの品系オーサムフェザーの一族は、過去のセールでも1億2億と、超える高額馬を出していて、ファンにはよく知られた品系です。ただしサンクたちがその期待通りに走ったかというとちょっと微妙でして、その理由の一つが本馬と同じ基礎体力の低さだと思われます。順調に使い込める子があんまり出てこないんですよね。能力は間違いなさそうなんですが、それを発揮するまでに仕上がらない感じ、こういう馬は一般に晩成の傾向もあって、3歳いっぱいまではオーナーにとっても我慢のしどころではないかと推測されます。でももしパンとすれば時計の出るパンパンの両馬場でスピードを生かす競馬ができそうなんですが、ということで、今年はどうも
種付けイベントを押すやり方では、まあ、うまくいかないようなんで、ならばあとはね、決闘表を見て面白い馬を探すしかないかなと思っていたところ、そういえば確か持ち込みの高額取引馬がいたはずだということに気がついたんです。まあ、持ち込み馬はね、大抵日本に馴染みのない血統で、見ていても面白いはずですしね。ということで、その1頭目はジペッサの20です。1歳馬の中では6位タイの2億円ジャストで、金子誠オーナーに購買されています。最近クラブ募集でも見るこの父のジャスティファイなんですが、彼はこの1歳が初年度で、したがって活性値はね、まだ中世紀4の年に種付けされています。この後父にが強くなりますと、ここの AP インディ、まあ、つまりは米国ダート適性が強くなりますが、まあ、今のところはほぼ全ての産駒が母にと思っていいです。さて、その母はというと、これがですね、血統上にかなり仕掛けの多い母です。まず、母父の父、カーソンシティですね。これがミスプロのゼロ活性産駒である。ということは、本場の母父系はゼロ活性系。軽くて頭脳のコンプレックスが少ない。で、さらに本場の優先祖先は、この3代前の南アフリカ産馬、ホースチェスナットからその父フォートウッドという馬に至るんですが、このフォートウッドがどうもギリギリサドラーズウェルズのゼロ活性産駒らしいんです。ではフォートウッド自身の形はどこから来ているのかというと、これがですね、母系のフォールアスペンという牝馬をたどります。このフォールアスペンは、まあ、日本でも大花賞馬レジネッタの品系としておなじみでして、今でも産駒がよく出てきます。つまり本馬の優先祖先にはバッチリ日本適性もありそうで、父ジャスティファイとはまた一味違った走りを見せてくれそうな気がします。月のサイクルは表裏両方の可能性がありますが、その辺はね、きっとこの馬が白袋をつけてくれると思います。もう一頭はアイムユアーズセカンドの20です。1歳馬の中では第9位の1億9000万円で、近藤純子オーナーに購買されています。この父のサクソンウォリアー、これはもしかするとこれから車台系にもポツポツ入ってくる父かもしれませんね。この父の形はズバリデインヒルです。もう覚えてください。サクソンウォリアーはデインヒルそのものです。ですから世界中どこに行っても活躍馬を出せますし、もちろん日本でもいいところがあると思います。まあ、しかし現在はやっぱり活性弱くてね、母に産駒ばっかりなんで、改めて母系の血統を見ますと、本馬の優先祖先は3代母フリーティングレインボーからブラッシンググルームの影響が強そうです。このブラッシンググルームはね、日本でも決して適性がないとは言えないですが、まあ、それより気性の問題がね、まあまああるかと思います。ただ本馬は母のマックス活性期産駒で、しかも月のサイクルが表と見られるんで、スピードの要素は十分、芝のマイルあたりで進化を発揮しそうな逸材ですね。さて、ここまで注目の高額馬3頭を見てきましたが、あの馬たちについてもね、一言ずつ触れておこうと思います。まずは3億円馬の1頭目、ゴーマギーゴーの20ですね。初めて聞く名前の母でしたが、このディープとの配合でもね、血統表がすごくすっきりしていて、
まあ、ぜひもう何回かね試してみたかったもんですね。この母は4代前のマーケトリーの影響が強いんですが、このマーケトリーは祖父ミスプロのゼロ活性系で、この形はカナダ系に遡ります。まあ、カナダにはね芝ダート両方行ける馬が多くて、本場のこの優先リージェンツウォークもそうですし、その父バイスリージェント、そして祖父のノーザンダンサーもカナダサンバでしたね。さらにこのリージェンツウォークという馬をもうちょっと調べると、母父ネバーベンドのゼロ活性とか、あるいはそのアメリカンダミーなんかを乗り越えて、その奥にあるアルゼンチン系のエクリプス直系に影響を受けています。アルゼンチンにもですね芝ダート両方の大レースがあって、また兼用適性の馬が多いですから、まあ、きっともともとはこのアルゼンチン適性が出ているんでしょう。本場には種付けイベントありませんが、決して悪くない馬だと思います。一方でもう一頭の3億円馬ファイネストシティの20はちょっとやりすぎ感が否めないです。実はこの母も母父がゼロ活性系で、ぜひそれを生かしたねコンプレックスのないアウトブリード馬を期待したいんですが、東西のレイデオロ3区、まあ、これもね高額で売れましたけど、やっぱり父はね金亀系ですんで本場とあまり変わらない評価です。でもしこの母に私が1頭つけてみるとしたら、そうです、ここで登場するのが父モーリスですわ。ここまで散々モーリス3区の難しさを話してきたドルメロなんですが、決してね彼が嫌いなんじゃないんです。ただね扱いが難しいんです。モーリス成功配合のコツは、まずねサンデークロスを遠ざけることで、反対にノーザンダンサーは活性時十分小さくてクロスに強い血統構成をしているんで全然心配ないです。まあ、ですからねファイネストシティのようにサンデーのないスピード馬はモーリスの相手としてはもう究極の理想形であり、まあ、この配合ならね私も3億円の価値を認めたいところです。セレクトセール2021高額馬編いかがだったでしょうか。次回もねできたらセレクトセールの動画を出したいと思いますが、内容はですねリーズナブルなクラブ購入馬編の予定です。どうぞお楽しみに。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。